つぶらやプロダクションは新テレビシリーズウルトラマンアークをテレビ東京系6局ネットで7月6日午前9時から放送スタートするのを前に、最新情報を毎週金曜日午後5時に公開。第3弾はウルトラマンアークに変身する飛瀬悠馬が所属する怪獣防災科学調査所スキップの仲間、メインキャストの一人となる新キャラクターユピーとなる。正式名称はユピーザロボット。スキップ星元支分所で調査員たちと共に行動する自立 AI 搭載型のサポートロボ、ユピーにお任せが口癖。両目と胸にカメラ、胸の中央には拡声器、肩には照明、怪力を持つ両腕には様々な機能を持つマルチノズルなど、あらゆる装備を備えている。また頭と胴体に分離することができ、頭の U はドローンとして陸海空へと素早い対応を、胴体の P は地上で様々な任務をこなしてスキップの仲間をサポートする。身長2メートル、体重220キロ。ユピーの声を担当するのは声優の広瀬優也、広瀬優也となる。広瀬はこの度 AI 搭載型のサポートロボユピー役で出演します。ずっと言いたかった、やっと言える、かっこ笑い、また一つ夢が叶いました、と喜びのコメント。ユピーの可愛いところやかっこいいところ、いろんな魅力が伝わるように毎話楽しくアフレコさせていただいています、と明かすと、あんなユピーやこんなユピーがたくさん見られると思いますので、ぜひ注目していただきたいです。ユピーと共に僕自身もスキップの思いを持ってこの作品を盛り上げていきたいです。言いたいことはたくさんあるのですが、まずは放送をお楽しみに、と呼びかけていた。